はい、こんばんは。本日はゴンタランドアフリカ政策の続き進めてまいります。はい、こちらハウスオブウィッチなんですけど、すごいことになってます。めっちゃ人がどんどん押し寄せてくる。で、しかもこれ旧ラインこの庭部分だけじゃなくて、中もこんな感じで並べるので、やばいことになってますね。はい、もうかなり人が偏ってくるので値上げしておきましょう。はい、こちらトイレの神様です。ずっとここにいるんですよ。そういえば若干このゴンタランドアフリカをちょっと整えまして、こちらスタッフの衣装、ここは魔女が支配するファンタジーエリアなんですけど、ここのエリアのスタッフは紫の服で、エントランス人全然いないな。エントランスのスタッフは赤、まあこれデフォルトですね。で、海賊エリアのスタッフはちょっと茶色っぽい、茶色黄色に近いかな。はい、そんな感じになっております。まあこんな感じでちょっとエリアごとにスタッフの服の色を変えました。そして今回なんですけど、はい、こちら前回作ったニューファンタジーエリアの中央広場になりますが、これの周りを作っていこうと思います。はい、ここら辺ちょっと歩道を引きました。はい、なので今回はまあここら辺にちょっと建物とか、まあ、何かしらを作っていこうかなと思います。ここら辺はもうあれですね、崖の道ですね。で、おそらく機関車が走ったらこう近くで走る機関車を見れる、まあ、鉄オタスポット的な感じになるのではないでしょうか。はい、それではですね、ここら辺まだこの城下町全体で見るとほんの一角なんですが、まあ、今回はここら辺を作っていこうと思います。
はい、こんな感じで建物完成いたしました。はい、こんな感じになっております。でですね、この建物が何かと言いますと、展望台です。はい、あ、やばいやばい、機関車が走ってる。ちょっとこれはこれは見なければ。いや、いいですね。ちょっとまだ人乗ってないんですけど、ちょっと人をここにも来させようと思って機関車動かし始めました。はい、というわけで、まああれはまた機械で、でここは見渡しが良さそうな場所だったので、展望台にしました。まあ、例えばこんな感じで広場を後々奥に城が建つので、まあ、城をバックにこう広場を見渡せるのと、で逆に行くとこんな感じで崖があって、まあ、パークの向こう側とかもとか、あっちの山とか、まあ、いろいろ見えるので、はい、展望台にしてあります。で展望台だけではちょっと寂しいので、はい、こんな感じで1階部分でなんか動きがリンクしてますね。やばいやばい、リンクしてる兄弟ですね。はい、こんな感じで1階部分にお店屋さんを配置して、であとですね、この展望台、はい、裏側、まあ一応入り口こんな感じになってるんですけど、というかまあ入り口こう裏側にあるんですけど、はい、いろいろあります。トイレと、あと救護施設と、はい、 ATM を配置してます。ATM この窓いらなかったかな。はい、まあこんな感じでいろんなちょっと必要な施設も配置したかったので、展望台の1階にいろいろと入れております。で、あ、でこの右側、ここの奥は、はい、スタッフ用施設ですね。ちゃんと一般のお客さんは入れないようにしてあります。でまあ1階からこう入って階段を上ると、はい、こんな感じで広場を見渡せると。あ、掃除のおじさんが歩いてますね。機関車動かしたから人来るかなと思って掃除のおじさんだけ先行して置いておきました。でもまだ人は来てないですね。まあちょっとまあ今来てもそんなにあれなので、人が来るのはまたちょっとお預けとなりそうですね。はい、という感じで、まずはですね、この中央の広場のこっち側だけ作りました。でこの崖部分はまあなんか見渡しがいいのでベンチを置いたりで、一応このエントランスの雰囲気を出すために、はい、こちらコロンブス像ですね。ディズニーシー再現の方ではコロンブス像となってる像ですが配置しました。で何をしてるかというと、現在足湯をしております。はい、こんな感じでコロンブスさんが向こう側見てますね。はい、そして夜になるとこんな感じになっております。うん、なかなかいい感じなのではないでしょうか。まあいい感じというか、この広場の周り何もなかったんですけど、こうやってまあちょっとずつ建物ができてきて、まあちょっとずつというか建物1個ですけど、まあ少しずつ賑やかになってきたかな。まあ人がいないのがちょっとあれなんですが、はい、こんな感じになっております。はい、でですね、まあ夜にするとわかるんですけど、こんな感じで中もちゃんとライトつけてます。はい、でじゃあ3階に上がってみましょうかね。3階こうやって上がると、はい、向こう側にあっちは魔女じゃない、魔女の館と大樹、
で向こうにエントランスじゃなくて、ここはあれですね、海賊エリアです。でこれはハウスオブウィッチのアトラクションの一部がちら見えしております。で下はこんな感じになってますね。はい、で広場側を見るとこんな感じになってます。広場を上から目線で見下ろせます。おお、機関車が帰還しましたね。夜のここら辺もなんとなくいい感じですね。それではですね、次回以降はまあここに人もぼちぼち来ればいいかなと思っていますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。